自分が投票に行ったからって何も変わんないじゃない。変わんないと思うから行かないっていう言い訳。クソダサい。一見こわもての米村副市長さんですが、頼もしい弁慶のようでもあり、素顔はどんな方ですか？ああ。弁慶、いいですね。僕が、牛若丸なのか。それは面白いですね。でも、そのイメージの通りだと思います。頼もしいですね。本当に安定感のある方で。県庁の職員を長く務められて、秋田方市の前に、庄原市っていう広島の北の方にある市でも副市長を務められてきた方です。で、もともと秋田方市の出身なんですよ。なので地元のことも行政のことも熟知されてる方、うん、おそらく僕のような、まあここ出身だけど長く外に出てて、で帰ってきて、まあ行政経験があるわけじゃないっていうような人物にはうってつけの相方だったのかなというふうに感じます。うん。なんか、米村さん、それまで全然面識がなくて、副市長に来てもらって初めて知った方なんですけど、うん、米村さんみたいな人と一緒に仕事ができて、本当に良かったなって思いますね。なんて言うんだろう。まあ、それまでの銀行員人生も、うん、まあ、いろいろというかめちゃくちゃ得るものあって、うん、成長はさせてもらったなと思うんですけど、なんかそれとは違う、うん、自分の、こう、なんて言うんだろう、能力値、パラメータをね、こう、なんか伸ばさせてもらった気がします。でもそれは、とにもかくにも、米村副市長という方があって、成り立ったことなのかなって思います。うん、本当にこの4年間で秋田方氏が前に進めた、それは、うん、米村副市長のおかげだったなと、今しみじみ感じているところです。はい。続いて、白滝さんかな？うん。あ、石丸さん。あ、選挙応援しますと。うん。泉房穂さんと対談をぜひ見たいですと。ほうほう。うん。泉さんは5回の選挙で国政政治家を入れて、入れ替えて、日本を良くしようと。島田さんは時間かかる国政よりも十数年で東京都と地方の連携を進めて日本を良くしよう。うん。島田さんも泉さんもこんな感じに地元と日本を良くしたい一心で動いていると。と感じましたと。あ、なるほどね。うん。あ、いいですね。なんか面白そうですね。なんだっけ。自分は逃げながら戦う。ね、お前たちは追いかけながら戦う。つまり、挟み撃ちの形になるってやつ。これはわかるかな？これはわかるかな？つまり、挟み撃ちの、カエルの声がする。カエル鳴いてますね、今。わかるかな？挟み撃ちの。あ、そう、ポルナレフ！ジョジョです。3部。最後、デュオと戦うシーンですね。いや、さすがだな、皆さん。いいですね。ジョジョやろ。いいですね。ジョジョはやっぱり、なんか、レスの率がいいですね。あと、なんだっけ、東国原さんも加えた。はあ、で、元首長経験者の方が、うん、また改めて、立ち上がってみるってのは、やっぱりすごいエネルギーになるんじゃないかなと思いますね。ね、あの、僕の仲良しのね、沢ちゃん。もういてくれますし。沢ちゃん、今度っていうか、来週か。一緒にイベントに出させてもらうんですよ。大阪であるイベントなんですけど、はい。そこで対談というか、一緒に、ああだこうだ、ディスカッションをしていきます。ね。またご縁があったら、ね、泉さんとか東国原さんともお話がしてみたいなと思います。はい。もうあっという間に30分が経過してしまうんですけど、最近あった、さっきね、一旦、取っといた、話をさせてください。今週？先週？今週か。まあ、先週か。長井教育省とイベントに出たっていう話です。中高生の生徒会長たちが集まって意見交換をしたんですね。で、そこで、まあ、大概また長井さんがいいこと言われてたんです。
これはね、記録に映像残ってない、公開されないかもしれないんで、なかなか僕からここで代理で言わないんですが、もし可能ならまた何かでお伝えします。で、その後、永井さんから聞いた話、こっちを紹介します。何かというと、生徒たちがすごい立派なことを言ってたと。ですよねって。僕オンラインで参加してたんですよ。なので、その、なんか座談会というか、ありがとうございましたの後、その会場で、また永井さんのところにね、彼らが、彼女らが来て、わーっとね、いろいろ言ってくれたらしいんです、感想と。と、したら、ある生徒が、永井教育長に、高校生がね、永井教育長、私は、今自分に選挙権がないことが、悔しくて、悔しくて、悔しくて、って、言ったらしいんですよ。高校生がですよ。教育長に。悔しくてを3回言ったっていう話を聞きました。もうね、どうです皆さんこれ。僕が市長になるときに掲げた公約の一丁目一番地、三つの柱の一本目、政治再建。完璧じゃないですか自画自賛。あんまり自画自賛しないように気をつけてるんですけど。いや、もういいでしょ高校生が選挙権を求めてるんですよ。投票したい。選挙に行きたい。でも今自分にはその資格がない。だから悔しいって思いを教育省にわざわざ伝える。ここまで来たんです。秋田方氏は4年間で。今というかこれまでも日本全国あらゆる選挙で投票率が下がって、まあ若者が特に選挙に行かんと嘆かれてきたわけじゃないですか。若者の選挙離れね。うん。何を言っとんだと。で、まあ若者って言っても大人ですよ。選挙権あるんですから。なんなら20代、30代で選挙に行ってない人も少なくないと。で、その時の理由が、自分が投票に行ったからって何も変わんないじゃない。変わんないと思うから行かないっていう言い訳。クソダサい。はっきり言います。ダサすぎる。大人として恥ずかしいと思え。だって高校生が今選挙権がないことを悔しがってんですよ。大人が選挙権がなくてどうするんですかっていうのをこの前永井さんに教えてもらって、いやー、うちの高校生は本当に立派になったというか立派なんだなって思いました。今ね、なんだっけ、ゼロ歳児に選挙権をとかね。いろんな話は出てますが、その本質は、選挙に行くかどうか、じゃないですか。ね、投票権がない子供たちがいて、その代わりに僕らが選挙をやってるんですよ。なんなら非選挙権もね、ある程度の年齢にならないとないんですよ。で、当然この差はね、非選挙権があるから、それを行使するわけなんですけど、選挙権持っててね、行使しない大人はね、まず謝れ、高校生に。子供たちに。というぐらい僕は、真剣に、もう本当に、怒ります。投票に行かない、大人に対して。まあ、それはかつての自分も、もしかしたら、含みますけどね。まあ、僕も言っても、全部の選挙行ってなかったと思います。なんかね、仕事が忙しいとかね、何かにかこつけて、ほんとクソダサい大人でしたね。情けない、申し訳ないです。なので、今の子供たちの分まで、皆さん政治、やりましょう。という、秋田方氏の高校生のご報告でした。かっこいい、高校生が。初スバちゃん、ありがとうございます。覚悟の論理、買ってくださったんですね。32歳、中間管理職で、右往左往している私に、何でもいいのでエールください。エールをいただいた体で、
誠にありがとうございます。何がいいかな？右往左往されてる。中間管理職か。中間管理職なので、上や下、まあ横も含めて、全方位的に気を配って仕事しないといけない立場なんですよね。で、それが求められてるわけですよ。ポジション、役割として。でも、まあその一方でというか同時に、自分自身のために仕事に取り組んでみてもらいたいなと、勝手に、せいつながら、まあ10歳ぐらい僕の方が上で長く仕事やってるんで、はい、エールをお伝えしますね。他の誰かじゃない自分自身のためにだって、これわかるかな？他の誰かじゃない自分自身のためにちょっとよかった。あ、エヴァですね。ありがとうございます。はい、エヴァでした。いいですね。エヴァもちゃんと拾ってくださいますね。あの、この視聴者って年齢層割合上目なんですよ。40、50より上の方が多いかな。うん、なんですけど、エヴァも、まあ、エヴァはあれか。結構上の方の世代にも受けましたからね。はい。次で、懐かしの学び屋さん。あ、ガスパ、ありがとうございます。駅4年の間にたくさんの種まきをされました。高校生の100万円。ね、高校生楽しくしましたね。うん、お金の使い方に人生の生き方が現れます。生き金ってこういう使い方なんですね。そうですね。同じ金でも、やっぱり有効に使えるかどうか、だと思いますよ。有効に使ってないお金って結構あるんじゃないですか？個人でもね。組織でも。まあ、社会においてもかな。なんで、そのあたりをしっかり見極めるっていうのが、まあ、特に政治家の仕事なので、そこはしっかり責任を果たしたいなと思います。初めて石丸氏を通じて秋高田氏を知ったとき、塔の物語の序文、この書のごときは、あ、なんて言うんだっけ、陳章五行のみ、これなんだっけ、ごめんなさい、読めない。僕の不勉強がたたりました。を思い出しました。日本中が満ち溢れているんだと思います。東京から違う視座で日本を変えていってくれたら嬉しいです。僕は僕の立場でできることをします。日本を変えていってくれたら嬉しいです。僕は僕の立場。そうですよ。みんなそれぞれの持ち場があるわけですから、そこでベストを尽くすのみじゃないですか。これなんだっけ、この書のごときは。後で勉強しておきます。いやー、やっぱね、41になってね、もっと勉強しておきなかったなって思うな。本当に。まあ、中学、高校、大学とね、それなりに勉強してた気はするというか、そのつもりではあるんですけど、やっぱりね、こういう、なんか文化的なものとか、うん、パッと出てこなかったりするのがね、本当、うん、情けないなって思いますね。勉強します。